はい、こんにちは。札幌占い美容室早川橋の本です。今回も、営業終了後で、始めていきたいと思います。はい、チューブ TV。 前髪が結構ブリーチをされて、前髪とあとこのサイドをブリーチして、こっちは黒染めをしている状態で、結構色がまだらになっている状態です。で、毛先に、黒染めの、染料が残って、中間はちょっとリフトされているような状態なので、毛先 の、その染料を取るのにちょっと脱線っていう工程が必要になります。で、脱線っていうのが普通のカラーと違って、染料を一回落としてですね、そこからベースを一回作って、どういう状態かっていうのを見て、そこから染めていくんですけど、モデルさんの希望が、普通の、茶色にしたいということなので、直していきたいと思います。で、あとバックの方が、ちょっと、結構ね、ここら辺が、癖が、ちょっと癖あるんですよね。はい。で、癖があって、ここはなんとなく動き的にツルッとさせたいんで、うちのフラットリートメントっていうので、毛髪の、配列をきれいにするようなトリートメントなんで、そのトリートメントでまっすぐしたいと。で、毛先の脱線に関してはダメージがちょっと怖いんで、もうこれ以上進行させたくないなっていう部分もあるんで、なるべくダメージさせないように脱線をしていきたいと思います。なんでブリーチ剤は一切使わないで脱線をしていこうかなと思っています。僕なりに切っちゃっていいですか？あ、はい。ちょっと顔周りのラインとかが、ちょっと中途半端に切れてるところがあるので、もうちょっとゾーン、モード感を出して、つなぎはきれいに切ったりとか、収まりをきれいに切るようにしていきます。それでもうちょっと、きれいなモード感を出していきたいと思います。サイドの奥行きは結構入れちゃっていいかなって感じがするので、これは R2 セリングで、まずラインをちょっと分かんないんで、ちょっと探りながら切る感じ。ブランドセリングでいけるかな。ブランドセリングでいけるかな。手で R を作って横面で切っていきます。逆サイドの方が表面から毛が出てるんですけど、これはあえて生かしたいと思うので、これ切っちゃうとちょっとバランスが微妙だと思うので、ここはちょっと使えるのかなって感じがします。なので、あえてこのここはエクステつけてる感じにちょっとしていきたいなと思うので、上のラインをと2ブロックセクションですね、2セクションのところで1回作って上のをかぶせていきますが、逆サイドとこっちはちょっと奥行きを変えようかなと思うので、こっちはそこまで奥行き出さないようにしておいて、ちょっと足目というか、もうちょっと作っていきたいと思います。若干こっちは前下がりにしていきたいなと思うので、若干前下がりにします。はい、でここに前下がりのラインを作り、で上の毛を出していきます。でサイドはつなげちゃっていいかなと思うので、顔周りの1個目はちょっとつなげて、あとはこの表面の毛が出てくるような感じのラインをそのまま生かしていきたいと思います。で、バウルがポイントカードありますか？バウルがいまいち決まってないので前髪切ります。
バングなんですけど、アルツスリングですね。アルツスリングってこれ普通に見えますけど、すごいちょうどいい削ぎ率があって、前髪切るのには抜群でラインが出ないんですよ。本当これはすごいいいと思います。で、このまま横で切ってもパッツンになりすぎないので、すごい使いやすいです。多分これ、上にカラーしても赤いメッシュのところが多分ちょっと主張しやすいんで、ここは少し削ぎを入れて、ちょっと赤いところを減らそうかなと思います。こっちにブリッジしてるんで抜けてくると思うんですね。でバングぼかすときは、T2 でぼかすんですけど、 T2 で縦に引き出して、毛先からちょっと間引いていきますね。でちょうど真ん中の髪の毛の真ん中のラインを、横にやっちゃうとラインが出すぎちゃうんで、少し毛先の方から動きを出す感じでちょっと切っていきます。厚めもいいんですけど、ちょっとだけ軽さを出します。中これ2ブロックで切ってるんですけど、中の毛だけ出して、そこを縦に間引いていくだけですね。で上をかぶせます。今使ってるのは、ブラントセニングを使っております。で毛先がかなりダメージがあるんで、そこをちょっと切っていきます。トイレは、ちょっと存在がありすぎるから少し存在を消します。手の方が多分ちょっと膨らむかもしれないんで、少し間引いて、少しタイトにしていきます。前髪はどうなの？これぐらいでいい？大丈夫。一応ここで合わせてるからね。ライバルは結構つながってないラインを、まあ、無理やりつなげるっていうか、まあ、面自体をフラットにしていくのには最適なので、結構今すごい段差があったんですけど、やっていくと今つながってきてる状態なんですね。もうちょっと取りますけど、でまあ、この辺もちょっとつながってないので、ちょっとラインを、サイドのラインをつなげていきます。はい、だいぶこれで整えたんで、これで、この後に脱線ですね。脱線してカラーをしていきます。ちょっとラインが
毛先軽いんですけど、ちょっと綺麗になりすぎてるんで、毛先をアルクで間引いて、毛先だけですね、中間はそうなのがいいんで、毛先だけ間引いていきます。はい、で、脱線を入ります。毛髪の配列を変えるトリートメントですね。そちらのねじれとかを取っていく、トリートメントの今、毛髪内の水を今きれい水をですね入れ替えてるというか、この後に脱線入るので、髪の毛の中にですね、残留してるものをちょっとしっかり取ってあげてですね、毛波以降が急激にならないようにちょっとしていきます。でこの時点で、もう、トリートメントは終わってるんで、トリートメントとあとカットは終わりましたので、あとここから脱線、それから、トナーのカラーという形になっていきますね。しっかり髪の毛をジャバジャバしてですね、とにかく水を入れるんですね、髪の中に。水をしっかり入れてあげて、お風呂につけてあげるのがもうベストですね、こういうふうに。はい。で、前側の方はですね、こういうふうにお湯をしっかりこう、前側の方もかけてあげて、とにかくですね、もう水につけましょう。ポイントはもうこんな感じです。とにかく水につけるという感じで。はい。で、こんな感じに水をつけていきました。で、一回水抜きます。もう一回水を張り直します。でちょっ と、お湯の温度を上げます。若干ちょっとお湯の温度を上げて脱線していきますね。はい、ちょっと今ですね、脱線するための、パウダーをですね、ちょっとプリツイではないんですけど入れて、ここから脱線していきますね。大丈夫ですか？ただまあこれであんまり抜けないようだったら、まあちょっとしょうがないのかなっていう感じもするんですけど、で、ブリッジのところはもう傷むのであんまりつけません。なので毛先の方を、毛先が暗くて根元が明るかったんで、それを毛先が明るくて根元暗いというちょっと逆のバランスに変えていきたいので、ちょっと毛先の方をメインでちょっと取っていきます。はい、今日の撮影が終わりました。ちょっと、これなんとか大丈夫そうですか？はい。フラットリートメントした後に、まあ脱線すると、癖が戻ってしまう
癖というかね、あのねじれが戻ってしまったら、まあ、お伝えしてたんですが、やはり多少ちょっとのあの戻ってしまったんですよね。やる前よりは良かったんですけど、ちょっと同時に同じ日でやるというのはちょっと難しかったのかなという感じはします。ちょっとだけ癖があの収まってはいるんですけど、ちょっと戻ったかなと。やっぱり酸性とアルカリにこう振っていく中で、極端にね、それがこう、しっかり酸化する前にアルカリに振ったりとかしてしまうと、やはりの定着が悪かったりとか、まあ予測はしていたんですが、ただ逆にやって、最後の方に、ねじれを取りたいということで逆にやって、最後にアルカリが非常に毛髪残ってる状態でアイロンを入れてやるよりは、あの髪のダメージ余力としてはこっちのやり方が僕は正しかったんではないかなと思うんで、こっちの方で良かったかなと思います。で、まあ、また、髪が落ち着いたらまたそのトリートメントもできますし、まあ、今日の段階ではいいかなと思います。あと色抜けながら、まあ、明日明後日ぐらいにはかなり色が落ち着いてくると思うので、そんな感じでした。じゃあ皆さんまた見てくださいね。じゃあバイバイ。